白川京、五箇山の合掌造り集落。白川京、五箇山の合掌造り集落。白川郷、五箇山の合掌造り集落は、飛越地方の白川京と五箇山にある合掌造りの集落群である。1995年12月9日に、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録され、日本では6件目の世界遺産となった。白川京、 岐阜県大野郡白川村と五山、富山県南都市は、いずれも飛び越し地方小川流域の歴史的地名で、白川郷は上流域、五箇山は中流域である。白川郷は小白川ともいい、現在は岐阜県白川村と高山市小川町に分かれている。五箇山は、富山県の旧平村、上平村、戸賀村の三村に含まれていたが、 現在はいずれも南都市に属する。この地域は白山信仰の主言者や平家の落ち武ど伝説とも結びつきが深い。白川郷の地名は12世紀半ば、五貨山の地名は16世紀にはそれぞれ確認できるが、合唱作りがいつ始められたのかは定かではない。江戸時代中期にあたる17世紀末に原型ができたと推測されている。江戸時代の白川橋は、 高山藩領と浄土真珠、寺子レン領となり、前者は後に天領となった。一方の五香山は加賀藩領となり、塩小生産が保護されていた。塩小は火薬の原料となる硝酸カリウムで、五香山では雑草と蚕の糞を利用して抽出する培養法が行われていた。五香山は流刑地にもなっていた陸の孤島である分、原料調達の長所の他に、 秘伝の漏洩を防ぐという意味でも適しており、稲作に不向きな土地柄で養蚕と共に発達した、家内工業の一つであった。一帯では現在は、水田が見られるが、それらのうち少なからぬ部分が戦後に添削されたものであり、もともとの農業の中心は、焼き畑による冷え、泡、蕎麦、および養蚕のための桑である。冷えや泡の収穫は自給分が精一杯であったから、 その分、家内工業の存在が大きくなった。合唱作りは、そうした家内工業の発展に合わせて、大型化、多層化していったと考えられている。なお、合唱作りが普及する以前の住居形式については、まだはっきりしていない。合唱作りはそれほど古い用語ではなく、1930年頃にフィールドワークを行った研究者らによって、 使われるようになったと推測されているその定義は一様ではないが日本政府が世界遺産に推薦した際には小屋内を積極的に利用するためにまた首構造の切りず作り屋根としたかやぶきの家屋と定義付けた名称の由来は手のひらを合わせたように三角形に組む丸巧みを合掌と呼ぶことから来たと推測されている日本政府の定義では 屋根の急勾配に触れられていないが、実際のところ、合掌造りの屋根は、およそ45度から60度まで幅があり、初期のものほど傾斜が緩い傾向にある。この傾斜は、豪雪による雪下ろしの作業軽減やタウ地帯でもあることによる、水はけを考慮したものと考えられている。合掌造り家屋の中では、家内工業として和紙付き、塩所を作り、養蚕が行われていたが、 明治時代以降も継続され、家屋の大型化にも大きく寄与したのは、養蚕業であった。養蚕は地域によっては住居と別途を作って行うこともあったが、山間にあった集落では少しでも農地を確保するために、住居の屋根裏を活用する必要があったと考えられている。合掌造りが、切妻屋根を採用したのも、入りも屋造りや寄せ棟造りよりも屋根裏の溶石を、 大きくできるからだろうと指摘されている。また、屋根の勾配を急にしたことは、屋根裏に二層もしくは三層の空間を確保することに、つながり、豪雪への対策以外に、養産業にとっても都合が良いものであった。ことに、気候によって普通ならば、他の地域のように年に2回開校を育てことが、難しい白川京や小賀山では、春の遅れを生活で出る暖気によって補うためにも、 屋根裏を有効活用する必要があったのである。屋根裏の床材には竹巣が利用され、煙などが屋根裏に抜けやすいようになっている。また、白川郷の合掌造り屋根はいずれも妻を南北に向けている。これは屋根にまんべんなく火が当たるようにして、冬場の融雪と茅葺き屋根の乾燥を促進させるため、集落は南北に細長い谷にあり。 それぞれの方向から強い風が吹くので、風を受ける面積を少なくするため、夏場は逆に屋根裏部屋の窓を開放し、南北の風を吹き抜けさせることで、夏後が暑さにやられないようにするため、という三つの効果が指摘されている。合掌造りの床面積の広さや多層化は、集落の大家族性とも結びついている。かつての白川郷や五貨山では、 狭い耕作地が相続によって細分化されることなどを防ぐために結婚できるのは長男だけだった。その結果として一つの住居に課長とその着流だけでなく、冒険にあたる親族や使用人たちも多数暮らす形となり、力を合わせて農業や家内工業に精を出したのでる。ただし、屋根裏の内上層部は狭すぎて居住には適さず、あくまでも 養産などの産業用であった。屋根組には釘を一本も使わず、丈夫な縄で固定する。これは、雪の重さや風の強さに対する柔軟性を生み、家の耐久性をマスク風とされている。なお、釘を一切使わないわけではなく、床板などの打ち付けには使われている。この釘が、和釘、角釘なのか、洋釘、丸釘なのかは、築造年代を判断する手がかりにもなる。 合唱作りは保全のために大規模な補修や屋根の吹き替えを30年から40年に一度行う必要がある。これは多くの人手と時間を要する大掛かりなものであり、住民総出で行われた。住民たちは近隣で組、組と呼ばれる互助の組織を形成し、その単位を土台として決、優位を行う。屋根の吹き替えにおいて重要な決は 鎌倉時代にこの地に根付いたとされる浄土新宗の信仰に起源を持つ。屋根は原則として一日で吹き替えた。これは降雨を警戒したからとか、春先に行われることが多く、農作業との兼ね合いで、複数日にわたって村人たちの協力を仰ぐことが難しかったからなどと説明される。ただし、数量集落などは住民が少なかったため、 複数日に分けざるを得なかったという。なお、小規模な補修は毎年のように行われる。これは、大雪が降った後に、屋根に積もった雪が滑り落ちるのに合わせて、かやが巻き込まれて抜け落ちることがあるためである。そうした、小規模な補修を、佐賀屋、佐賀屋と呼ぶ。明治時代中期にあたる十九世紀末頃が、最も合掌造り集落が多かった時期と考えられており、 一帯にはおよそ1850棟が存在していたとされる。ただし、この時でさえも、当時の日本全体の農家、約550万戸の0.03%ほどを占める例外的存在に過ぎなかった。白川京都五輪山の集落地帯は、有数の豪雪地帯であることによって、周囲との道路整備が遅れたため、奇跡的に合掌造りの住居構造が残った。 それに関する研究は明治、大正期にも見られたが、秘境に奇妙な民族を見出そうとするような興味を中心に置き、質の高いものではなかった。かつて合匠作りが、天地根元作りから派生したとする説があったのも、秘境には原始的なものが残っているはずという偏見に基づいたのではないかと言われている。その後、1930年代に、 日本の主要な建築物を見て回っていたドイツの建築家ブルーノ・タウトは1935年5月17日と18日に白川村を訪れ同じ年の公園において公表した。この評価は民家研究の黎明期にあった日本において合唱作り家屋の価値を認識させる上で重要だったとされる。タウトのこの表現は後に 日本政府が世界遺産に推薦する際に、合唱作り集落が持つ顕著な価値の証明として、そのまま引用することになる。しかし、第二次世界大戦後は、電源開発の影響、産業の衰退、人口の都市部流出などもあって、多くの家屋が廃屋となった。小川流域にはいくつものダムが建造されたが、特に日本最大級のロックフィルダムである。 電源開発の見ボロダム、1961年完成の建設時には、白川橋の4集落が水没した。ほぼ同じ時期、1963年に第豪雪によって集落が半年も孤立した状況外部への人口流出を促進したとされ、高度経済成長期を通じて消滅した集落は17に及び、 合唱づくり家屋は1945年の300棟からほぼ半減した。同時に相次ぐダム建設や高速道路建設などの公共事業の存在は第一次産業人口の減少と相まって残された地域の産業構造を変化させたとも指摘されている。見頃こそいの国道156号には小川桜が移植されて観光スポットをなっている。 しかし、それと、並行して、伝統的な家屋形式をこれ以上失ってはいけないと、近隣住民を中心に、文化遺産保存の機運が高まることになる。五箇山では1958年に三つの民家、村上家住宅、羽馬屋、住宅、岩関住宅が、国の重要文化財に指定され、1970年には、藍の倉集落と菅沼集落が、国の史跡となった。 白川郷でも、住民たちから集落を守ろうとする動きが起こり、1971年には、小木町集落の自然環境を守る会が発足し、野外博物館、白川郷が唱村も生まれた、後に、幾度もの一区、新築や改装をて、白川郷野外博物館が唱作り民家園となる。そして、1975年の文化財、保護法改正で、伝統的な集落や、 町並み、伝統的建造物群も保護対象になったことを踏まえ、翌年に小木町集落の重要伝統的建造物群保存地区選定にこぎつけた。小木町集落の自然環境を守る会では、合唱作り家屋について、売らない、貸さない、壊さないの三原則を掲げ、保存活動を行っている。日本は世界遺産条約を批准した1992年に、 10件の文化遺産と2件の自然遺産を世界遺産の暫定リストに掲載した。白川京、五貨山の合唱作り集落はそのうちの一つである。1994年9月に推薦書がユネスコの世界遺産センターに提出された。なお、史跡になっていた愛の倉集落と菅沼集落は世界遺産登録を見据えて1994年12月に 重要伝統的建造群保存地区として選定された。日本政府は推薦理由として日本の木造建築群の中でも極めて得意な要素、すなわち急勾配の屋根、屋根裏の積極的な産業的活用などを備えていることや、そのような集落がそれを支える伝統的な大家族性などとともに貴重なものになってきており、 保護の必要性があることなどを挙げていた。また、日本では、法隆寺地域の仏教建造物、古都京都の文化財に次ぐ3例目のシリアルノミネーションとなったことについては、それが、合唱作りの地域的な広がりを示すものであると、共に、地域ごとの際を示す上でも、公的とした。普通、世界遺産は、推薦にあたって、国内、国外の類似の物件との比較研究を行う。 必要があるが、日本政府は木をもんじる文化的伝統を持つ国内でも特殊なものであるとし、ブルーノタウトの評価などを引用してはいたが、他の物件との具体的な比較は示さなかった。この点については、アイコモスの評価でも、最終的には問題とされず、そのまま受け入れられている。なお、アイコモスの勧告書は、ビューロー会議の時点では、白川京のみの登録を勧告していたが、ビューローで、 五ヶ山の登録も認められ、韓国書が修正されたという。1995年12月の第19回世界遺産委員会、ベルリンで初めて審議され、世界遺産リストへの登録が認められた。人が住み続けている村落で、世界遺産に登録されたのは、歩道系、ハンガリー、1987年、ブルコリニエツ、スロバキア、 1993年に続いて3件目だった。日本政府は、これが国内でも得意な伝統集落であり、希少なものになっていることを理由として挙げ、登録基準とに合致すると主張した。アイコモスの評価でもそれは追認され、世界遺産委員会でも覆ることはなかった。そのため、ちなみに、日本の文化遺産17件のうち、 適用された基準2を含むものは他に発見あるが、を含むものは、これと、岩見銀山遺跡とその文化的景観しかない、2017年の第41回世界遺産委員会、両辞典。世界遺産センターが公式に示している、世界遺産の登録名は、ヒストリック・ビレジェス・オブ・シラカワ、ゴー・アンド・ゴカヤマ、英語、ビレジェス・イストリックで白川・デ・シラカワ、ゴー・エ・ゴカヤマ、フランス語である。 文化庁は日本語名を白川京、五ヶ山の合掌作り集落としている。世界遺産登録後も独特の景観を守ろうとする努力は行われている。茅吹きの木造建築という特徴からもともと火事に対する意識は高く、小木町地区では組単位で1日に3回、昼、夕方、21時、火の用心を呼びかけて見回りを行っている。また、 当番を決めておいて23時に集落全体を見回る大回りも実施されている。小木町には重要伝統的建造物群保存地区選定後に設置された放水銃も50機以上あり、毎年秋に一斉放水する訓練が行われている。電線を地中に埋設することなども行って景観保護に配慮されているが、他方で急速な観光地化が景観にも 悪影響を及ぼしていることが指摘されている。この点は後日の観光地化を参照のこと。白川郷や五箇山のうち合掌造りの集落が両好に残っている三集落、すなわち白川郷の小木町集落と五箇山の愛の倉、菅沼の両集落のみを対象としている。すでに述べたように、小木町集落は1976年に、 愛イノ集落と菅沼集落は1994年に重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。これらはすでに述べたように地域的な広がりと差異を示すものであるが、五ヶ山で2カ所選ばれたのは大規模、小木町、中規模、愛イノ小規模、菅沼という集落の多様性を示すためでもあった。小木町集落、小木町集落、 小木町ビレッジ1.2は、白川村の一部で、南北方向に約1、500メートル、東西方向には最も広いところで350メートルの広がりを持っている集落である。状態の良い合掌造り住宅59棟が残るが、秋吉軸りの様式も、合掌造りに分類されるため、これを含む場合は60棟となる。世界遺産の登録面積は45.6ヘクタールで、 世界遺産登録面積の約3分の2を占める。この集落の合唱作り家屋は、おおむね江戸時代末期から明治時代末期に建てられた。他に合唱作りを改築した住居や、合唱作りでない住居群もあるが、いずれも明治時代初期から20世紀中頃までに建造されたもので、十分に伝統的な集落の景観に調和しているとされる。すでに述べたように、 小木町の合唱造り集落は妻を南北に向けて、整然と並んでる点に特色があり、家ごとの塀がないことと相まって、それが独特の景観を形成している。集落の北側には、高台の上山城市の展望台があり、小木町集落全体を見渡すことができる。集落の南にある白川八幡神社では10月中旬に土ぶろ祭りが開催されている。 神社からは、東にある埋蔵金伝説を持つ、紀雲山へ林道が伸びていて、日本三百名山の猿ヶバンバ山への登山道入り口となっている。なお、世界遺産の三集落のうち、最も規模が大きく、また交通の便が良くなっているため、口述のように観光地下によって、大きな影響を受けている集落でもある。小木町の合り家屋の中で、特徴的なのは、 和だけ住宅である。これは、江戸時代に、塩商の取引で栄えた名主の家で、国の重要文化財に指定されている。江戸時代末期の建築と推測され、高山大工が建てたとされる秋吉じくりと告示した、間取りを持つことから、こちらも高山大工の作と推測する者も,もいる。有力者の家屋であるため他よりも大きく、特別な客を迎えるための敷台が存在している。点で、 通常の合唱作り家屋と顕著に異なる。愛イノ集落、愛イノ集落、愛イノビレッジは、南都市の旧平村に含まれる集落で、世界遺産登録の3集落では最も北にある。南北方向に約500メートル、東西方向に約200メートルから300メートルほどの広がりを持ち、20棟の合唱作り家屋が残る集落で、 世界遺産登録範囲は18ヘクタールである。現在残る合掌造り家屋は、主として、江戸時代末期から明治時代末期に建てられたものである。その入り口の多くは妻入りであり、平入りを中心とした白川郷の合掌造りとは趣向きをことにし、その妻側の下屋の存在によって一見すると、入りも屋造りのようにも見える。また、屋根に煙抜きが存在する点も異なっている。 煙抜きを設置することで室内にいろりの煙が充満することは避けられるが、その代わりに屋根の水はけが悪くなり、かやぶき屋根の吹き替え周期が短めになるという端緒も存在する。塀などを持たない点は、小木町集落と同じで、敷地いっぱいに建物を建てたため、前提などはないのが普通である。現在では、水田の景観が見られるが、 かつての平村では4番目に大きい集落であると、共に、養産業が最も盛んな集落であり、桑畑が多く見られた。水田への添削は、第二次世界大戦後のことである。菅沼集落、菅沼集落、菅沼ビレッジは、南都市の旧上平村に含まれる集落である。南北方向に、約230メートル、東西方向に、 約240メートルという広がりを持ち、旧棟の合掌造り家屋が残る集落で、世界遺産登録面積は4.4ヘクタールである。合掌造り家屋のうち、江戸時代末期に建てられたのは二棟で、六棟は明治時代に建てられている。残り一棟は大正時代末期にあたる1925年に建てられた。つま入りで外観が入り萌屋造りに似ているという点は、 アイノクラ集落と共通する。兵などがない点は、他二つの集落と同じだが、それらと比べて土地が狭いため、住居区域と農業区域が分けられている点は特徴的である。合唱造り家屋が減少していく懸念がある一方、集落内の合唱造りでない家屋は増加しており、伝統的な欠を維持していくことが困難になってきている。 東小作り家屋に住む住民にとっては、屋根の吹き替え労働などは、一方的に負わされるだけになってしまうからである。この結果、現在の決は、合唱作り家屋の保有者内で行われ、足りない人では、専門の業者やボランティアを頼ることになる。世界遺産登録後、急激に観光客が増加している。五箇山は、世界遺産登録直後に、 約60万人から90万人に急増したが、その後やや落ち着き、2001年以降は70万人から80万人くらいで推移している。これに対し白川村は、世界遺産登録の数年前には、年間観光客数が60万人台後半で推移していたが、2002年には150万人を突破した。急激に進んだ観光地下は、 地域社会の生活面で様々な問題を引き起こしている。実際に人が住んでいることへの配慮に欠ける観光客が勝手に戸を開けるなど住民のプライバシーを尊重しない重大なマナー違反もしばしば指摘される。また、生活道路にまで観光客の自家用車が多く見られ無断駐車も含め住民生活に悪影響を及ぼしている。そうした混雑が 観光地の良さを減災しているとも指摘されている。白川村では2001年の交通社会実験を川切りに交通対策に取り組んでおり、2009年9月から大型バスの通行規制が敷かれている。観光客の増大を受け、白川村では旅館、土産物や喫茶店などが次々と建てられた。 昭和40年代の景観を守るのが理想でも、それ自体がかなり困難になっているという認識は、世界遺産登録から2年と経たない時点で、関係者から示されていた。こうした観光客目当ての建物群は、景観保護との関連で問題視され、観光客がひしめいて、創造しいことと合わせ、 かつての物の静かな山村の景観が失われた度合いは、危機遺産に相当するレベルとみなす者も,もいる。他方で、白川村では、すでに第一次産業従事者が激減しており、高速道路全通に伴い従来の公共事業も減少していくとなれば、今後さらに観光業への依存度が高まるという予測もある。なお、観光客の増大とは逆に一人当たりの滞在時間は減っており、 宿泊客はむしろ前言傾向にある。特にトイレ休憩、ゴミ捨て休憩を兼ねて短時間しか滞在しない団体旅行客の存在は村にとって環境悪化を招くだけという指摘もある。滞在時間減少の理由としては観光客の側に世界遺産の価値を深く理解しようという意思が欠けていることや交通の便が良くなったことで往復が容易になったことなどが指摘されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。